クルーズ客船、クルーズ客船、クルーズ客船とは乗客に船旅、クルーズを提供するための旅客船である。巡航客船とも言う。宿泊設備を持つことはもちろん、レストランやバー、フィットネスクラブやプールなどの設備を備え、サービス要員や医師、看護師なども乗船しており、長期間の船旅を楽しめるようになっている。日本では、 豪華客船と一くくりにされることが多く、旅行代金も高額商品の典型のように扱われるが、実際には日本のリゾートホテルと比べても割安な白炭化設定の船から本当に豪華県ラと呼ぶにふさわしい船まで様々なクルーズ客船が存在する。クルーズ客船はそのサービス内容と価格帯により次の3クラスに区分される。 各クラスは個別の船ではなく、クルーズ会社ごとに分類される。これは、その会社が運航する船は、どれも同等のサービスを提供することが基本だからである。しかしながら実際問題として、同じ運航会社でも船ごとにより差は生じるわけであり、個別船のランク付きについては、ダグラスワードによるベルリッツクルーズガイドも参考となる。その名の通り、マス。 大衆層を対象とした船。カジュアルクラス、コンテンポラリークラスとも呼ばれる。100US ドルから 350US ドル、泊、二人部屋を二人で使用した場合の一人当たり単価の、目安。以下同様。線形を大型化することによる、スケールメリットで単価を下げている。また、値段は低いが、その分、船内での飲食の有料部分を多くしたり、 カジノのスペースを大きく取り、それらを収益源とするビジネスモデルを取っている。主な運行会社は、以下の通り、150US ドルから 400US ドル、白、付帯するサービス、全食事付き、付帯イベント類を加かみすれば、このクラスの下、中級選出であれば、なお、日本のリゾートホテルと同等内しは割安と考えられる。主な運行会社は、 以下の通り、クルーズ客船の中でも上級なサービスを提供する、船、400US ドルから 1000US ドル、泊主な運航会社は、以下の通り、キュナードはプレミアムに区分されることがある。これは、同社が客室により差をつけるサービスをしているため、下級船室のサービスは、ラグジュアリーとは言い難い、という判断。ラグジュアリーの中でも、を、 比較的小規模に抑え、乗客に対する乗組員比率をさらに高くし、一人、数とによりきめ細かいサービスを提供する船をこう、呼ぶことがある。価格帯は 600US ドル、白以上。主な運航会社は、以下の通り、国土交通省開事局の発表によると、2012年、平成24年の日本国内のクルーズ人口、外交クルーズと、 国内クルーズを合わせた日本人乗客数は10年ぶりに20万人を超えた。また、港湾への帰港回数も初めて1000回を超えた。2016年、平成28年には国内クルーズ人口は24.8万人、帰港数は中国方面からの帰港が増加し2000回を突破。2017年には日本人、 クルーズ人口は31万5000人となり、過去最多を更新した。また、日本の港湾へのクルーズ船の寄港回数は2764回、クルーズ船で日本に入国した外国人旅客数も約252万9000人とり、いずれも過去最多を記録している。特に外交戦車による日本発に、外交クルーズ数の増加などが要因となっている。 基本的に備えられているのは宿泊設備、複数のレストラン及びバー、ラウンジ、プール、フィットネスクラブ、スパ、美容室、ショップ、劇場、カジノ、医務室などで、船の規模や各クルーズ会社のカラーによって設備が異なる。まずカーニバルやコスタといった大衆向けのクルーズ客船では、託児施設が充実していて、カジノが大規模だったりするのだが、 料金の安さを補うため、シルバーシーなどの高級船では、託児施設はなく、カジノも小規模である。ただし、日本の領海内では、賭博行為を禁じた、刑法185条及び186条、賭博及び富くじに関する罪に抵触するため、カジノが許可されている、国の戦績であっても、日本の領海内での営業は禁止されている。日本戦の場合には、カジノ、 カジノ風のゲームスポットはあるが、獲得したチップを換金したり商品と交換することは犯罪行為であるの代替として大浴場を設けている。近年では2014年に日本発議クルーズを開始したダイヤモンドプリンセスが日本人向け大浴場や寿司バーなどを新設したほか、ボイジャーオブザシーズンも日本料理店を設けるなど、外国船でも日本人向けの施設を整えつつある。 レストランはメインのダイニングとビュッフェ形式のものの2種が設置されるのが基本であるが最近はそれとは別に有料のレストランを設ける傾向にある。またカーニバルの場合にはファンタジー級からウォータースライダーを装備。ロイヤルカリビアンの場合は煙突、ファンネル周辺にラウンジを設置。HAL の場合は船内の至るところに美術品を飾っているなどの 会社によっては特徴となる設備を設けている。最近では内側客室にスクリーンを設置し、船外の景色や音を楽しめるバーチャルバルコニー客室や、船内でサーフィンやスカイダイビングを疑似体験できる施設を新設した客船が登場するな、様々に思考を凝らして乗客を飽きさせない試みが行われている。客室は主に スタンダードミニスイートスイートの3つに大別される。基本的にこの3種類の客室で構成されていると言ってもいいが、船のグレードによっては、ミニスイートまでしかない船や、ミニスイートから始まる船というのも存在する。レストランなどのパブリックスペースは、比較的、機関部や煙時に近い配置とすることで、上級客室ほど、これらの騒音と振動から離れた状態。 かつ選手寄りの配置となっている。スタンダードとは言っても内側、窓側、ベランダ付きの3つに分かれるが、設備としては15から18平方メートル前後のスペースに窓があるかないか、ベランダが付いているかどうか程度の違いでしない。ただし、眺望を得るための窓、ベランダの有無は、客室のランク付けでは重要視される部分となる。基本的な設備は、ベッド、 テーブル、椅子、TV、電話、タンス、洗面所、トイレ、シャワーといった設備で部屋のスペースが広ければ、ソファが、船によっては、金庫が設置されている場合もある。バスタブはこのクラスでは、基本的についていない。定員は2名であるが、場合によっては4名の場合もある。4名の場合は、天井や壁に、ベッドが格納されている。 部屋の電話は衛星を通じての国際電話も可能だが、陸上よりも高額のチャージ、電話料金がかかる。ミニスイートは30平方メートル前後の部屋で、寝室と居間が分かれており、スタンダードの設備に加えて冷蔵庫、バスタブ、ビデオなどが付く。船によっては、ウォークインクローゼットが付いていたり、シャワーブースが設けられていることもある。また、 ベランダ付きの船であるのならほとんどの確率でついている。スイートは概ね50平方メートル以上で、最大なものになると1000平方メートルを超える。広々とした今に複数の寝室というのが基本である。浴室も大遺石で、船によっては窓が付いていたり、ベランダにジャグジーが付いていたりすることもある。ただし、眺望を考えてのことから高層階の角、つまり、 前方と後方に設けられている子も多いが、船で一番揺れるのは、高層階の橋である。また、羊がつく等の特別なサービスを得られることもある。スイートとは、甘い、ではなく、一組、人揃い、という意味であり、だけで、続き部屋のことを指す。ホテル客室の種類を参照。1950年代までの外国航路時代の大型客船、例えば現在、 横浜港に展示してある、日川丸のような船は、すらりとした船型が特徴であった。これは太陽を横断する、定期航路に就航する客船は、高展示の対抗性を考慮しなければならないからである。海外旅行の主役を旅客機に譲り、目的地へ早く移動するためではなく、目的地まで行く過程を楽しむのが目的となった。クルーズ客船には高速性の要求は低くなり、 一層、居住性が重視されるようになった。クルーズ観光の対象となる、主な海域、カリブ海、地中海、アラスカ沿岸など、は、海尚が穏やかであることも影響している。こういった船は、船というよりはホテルにへさきをくっつけたように、多数の客室を高くそびえる壁面に並べ、船体ギリギリまで上部構造物が乗っている、特徴的なシルエットになっている。また、 昔に比べてベランダの数が増えているのが特徴で、ベランダを設けていない船でも改造工事によって増設している。ただし、水線下の形状や機関形式は、経済性を追求するため徹底的に研究、改善されており、同じトン数、同じ速力ならば、現在のクルーズ客船の方が、かつての大型定期航路客船より、必要な機関出力はサイと言える。 現代のクルーズ客船と、かつての定期航路客船の公用性の差を示すものとして、キュナードのクイーン・ヴィクトリアがその処女航海で、北大西洋上をクイーン・エリザベス2と同速力で並走した際動画が、YouTube などで参照可能である。明らかに、クイーン・エリザベス2の方が選手派が小さく、しのげなみ性が良好である。真っ白で、 ファンネルで個性をつけているのが標準的なクルーズ客船だが、キュナードや HAL のように下半分を濃紺に塗り分けていたり、ノルウェージャンクルーズラインのハワイ路線のように別なペイントを施している場合もある。また、ロイヤルカリビアンのような煙突周辺に巨大な構造物があったり、カーニバルのように T 字型のファンネルをつけているものもある。大きな船体では、 波浪による揺れの影響が小さくなり快適な旅が提供できて、共同で使う施設も大規模で豪華なものが搭載できる。また、乗客数を増やせば、利益の向上も見込めるため、カーニバルのファンタジー級の成功から、船体規模は増大の一途をたどり、最大級のオアシス・オブ・ザ・シーズに至っては20万、相当を突破ている。ただし、 現在のパナマ運河の通行が可能な最大線形は、全長294メートル、全幅32.2メートル、最大高57.91メートルであるため、安定性の限度までキャビンを積み上げた場合でも、9万、ソーティーをやや超える程度が通行可能上限の大きさとなる。しかし、パナマ運河を通行できるということは、上の利点となるため、 小10万総トン級と並行して現在でもパナマ運河を通過できるパナマックスタイプの船も合わせて作られている。一昔前までは7万トンが総トン数の限界とされていたが、これは建造技術というよりは客船の建造設備や港湾設備の整備状況によるものであった。双方の拡張が進んだ2009年現在22万総トン。 満載排水量約10万トンのクルーズ客船が就航している。従来では、それほど問題とならなかった風圧による操船への影響が上部構造物の拡大によって顕著となり、同じく巨大化した自動車運搬船のように前後を丸くすることで、風の抵抗を最小限にするよう考慮されている。風浪による影響が最も大きくなるのが岸壁への着岸時であるが、 近年のクルーズ客船の多くは、推進軸を90度以上変更できる、ポット型電動推進機を備えしており、これとサイドスラスターとの併用により、離着眼時の操船性を高めている。カーニバルクルーズが、7万相当級のファンタジー級を発石、揃い建造して運用し、経営上大きな成功を収めたことから、同系船を大量に配備することが普通になって、 船ごとの個性というものが薄れている。また、クルーズ会社の合併吸収によって、同じタイプの船を、参加の、各ブランドで運用することも行われている。例えば、カーニバルクルーズのカーニバルスピリット級、コスタクルーズのコスタアトランティカ級、HAL のザイデルダム級は全て同じ基本、設計の船である。こういったことから、クルーズ会社ごとの独自色も失われつつあるが、 MSC クルーズは設計独自に行っていることから他クルーズ戦車とは一線を隠している。客船は海に浮かぶホテルとか、ホテルにエンジンとプロペラをつけたものとはよく使われる表現であるが、船内組織もその通りに船を動かすものとホテルとしてのサービスに、軽和派に対別される。外国船、日本船を問わず、組織自体はどの船も大差はないが、 役職名、肩書きは、運行会社により異なることに留意願いたい。以下は、アスカ及び、アスカ E の船内組織を例として編集されていい。キャプテン、船長から、キャプテン、船の最高責任者。出自は、幹般部、航海士であり、貨物船と同様、機関部も干渉するが、客船においてはさらにホテル部門も統括し、乗客とのソーシャライジング、 社交も重要な職務となる。運行責任者である船長としての役割の他に、ホテルサービスにも精通する必要があり、スピーチの機会も多く、ユーモアのセンスも求められ、また乗客とダンスのパートナーを務めたり、夕食時にはホストとしてテーブルで豊富な話題を提供する役目を負うなど、マルチな才能が求められる役職である。このため、外国船の船長は、 場合によっては、その運航会社の社長以上の報給を得ている例も、ある。ただ、日本船の船長は、いわゆる、サラリーマン船員であるため、そのようなことはない。このように多忙な役職であるため、副船長、スタッフキャプテン、スタッフキャプテンを置き、運航部門の業務を大幅に異常することがある。なお、出航時にドラを叩いているのは、アスカイでは、 システムオフィサーないしはアカウンタントである。なお、アスカ E では、クルーズコーディネーターとツアー部門は、戦場組織には属しておらず、本社、陸上の直轄である。そのため、これらのスタッフは、会員としての制服を着用していない。過去の客船、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。